こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日はお勉強の時間でございます。2022年ベースボール&ソフトボールカスタムグラブ、ローリングスさんのオーダーグラブのカタログ、新しいのが上がりましたので、ここからね、個人的な趣味でこれいいんじゃねえのっていうのをね、紹介していきたいと思います。ババーン。こちら定番からは外れてしまいましたが、オーダーでは選択できる NP4 でございます。メジャー型ですね。メジャー型なんですけど、メジャー型の中では浅めでワイドヒンジで、ウェブ下でキュッと掴む感じね。このグラブ、私お気に入りなんですけども、定番から外れたなと思ってたら、今度また定番に入ってきそうでございます。オーダーグラブの中にその姿が見えましたので見ていきたいと思います。はい、 NP4 ですね。メジャーリーガーの内野手人気モデルを日本人向けにアレンジ。ウェブ下にポケットを作り、フィンガーシフト、小指2本入れにも対応。しっかりと掴む内野手用ということで、こちらは 11.5 インチ NP4 でございます。かつてはウェブ違いでニューヨークの有名な引退されたね、ショートストップが使っておられましたけども、今は、マニー・マチャドさんがサンディエゴパドレスですね。我らがサンディエゴパドレス。このプロ V のウェブで使用されております。もちろん彼はね、ゴールドグラブの人ですね。ご本人は12と4分の1インチでデカめなんで、これよりも一回りデカいです、本当はね。なので NP7 になると思うんだけど、この一回りちっちゃいやつ、NP6 が新たにカタログに掲載されております。こちらですね、 NP4 の隣にありますけれども、12インチでございます。現物ないですまだね。NP6、 大きめのサード用、小指2本入れ設計で、ウェブ下でがっちり掴む強い打球にも負けないように、親指が特殊設計でしっかりとホールドしますということで、パディとサムが当たるのかなっていう感じですね。フィンガーシフト仕様というのは、ローリングスさんの内野手型ではこの NP シリーズだけですね。で、なんと、このカタログね、岡本さんとかは、21年は CK4 を使ってたんだけど、どうですか？ねえ。表紙、岡本さんでしょ？ 25 番がついた NP6。これ、ムネさんですよね。ムネさんのところの、ユーマって書いてある。NP6。ローリングスさん、これで押すんじゃないですかっていう風なね、注目のグラブでございます。ちょうどこのね、日本向けに発売された2018年ですね、マチャドさんモデルが12インチ、このサイズの NP6 ということになりますね。発売されるかなっていうことでございます。プロ V のウェブが特徴的、エクステンドパームでフィンガーシフト仕様で、マチャドさんはね、特殊な使い方される、特殊っていうか、フィンガーシフトで入れてらっしゃるんだけど、人差し指がね、手が大きいのかな、普通フィンガーシフトするとこの辺に来るんだけど、ここに当たってて、すごい浅くはめてるね、あの人。これぐらい出てる。マチャドさんはそんな使い方をされてますが、フィンガーシフト仕様の NP シリーズでございます。非常に楽しみでございまして、ここで紹介した次第でございます。いかがでしたでしょうか。それでは皆さん、さようなら。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん元気ですか。ババーン。そうです、 NP6 2022年新商品、こちら岡本さん、宗さん使用モデルのテイクダウンでございます。こちら USA 型のテイクダウンモデルでもありますので、その辺ポイント解説をしていきたいと思いますね。元型はマチャドさんモデルでございます。マチャドパターンですね。サンディエゴパドレスのマチャドさん、名サードでございますけれども、マチャドさんは12と4分の1インチをご使用。今回の日本向け NP6 は12インチ大きめの内野手用になります。
もともとね、ずっと前から NP4 っていう11と2分の1インチ、11.5 インチの USA 型はあったわけですが、定番から外れておりましたが、今回は NP6 として復活でございます。それでは解説しますね。先ほど言いましたサイズは大きめの12インチでございます。ヒンジがダブルのワイドヒンジ。シェイプはポケット下でしっかりボールをつかむこのようなスタイルでございますよ。そして USA 型とあってフィンガーシフトの仕様でございます。キュッキュッね、フィンガーシフト。ウェブはマチャドさんと同じプロ V、 プロ V、 ここが V になったウェブでございます。かっこいい。それからもう一つ見えにくいところではございますが、パディットサム、サムスリーブ構造っていう説明ありますけれども、アメリカの USA での方ではね普通なんですけど、ここに内側にねサムループの当たりが柔らかい、しっかりつかめるようにパッドが当たっております。これがね快適なんですね。はい、まあ、ロリングスさんもこういったパディットサム、ウィルソンさんなんかでもね、もう 1,2 年前からこのパディットサムっていうのがね、親指のところ構造としては定着しているところでございます。はい、いかがでしたでしょうか。私は USA 型個人的には好きですからね、キュッキュ期待しているわけですけども、 NP6 12インチ大きめの内野手よ、いかがでしたでしょうか。2022年ロリングスさんの新商品でございます。それでは皆さん、さようなら。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか。ヤギン、そうです、 NP6、 前回はウィルソンのアウトフィールダー外野手のご紹介でしたが、今回はロリングスの内野手、当店おすすめをお話ししたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあお見せしていきますね。当店が勧めるロリングスさんの内野手を、昨今の内野手をも大きくなっておりますけれども、こちらは12インチでございます。 NP6、 もともと NP4 っていうのがあったんですけど、こちらですね、 NP 型の4ですから 11.5 インチ、こちらは NP 型の6ですから12インチというふうなスタイルになりますね。日本ではジャイアンツの岡本さんとか、オリックスのね宗さんとかが使ってらっしゃるスタイルになりますけれども、もともとは、そうです、サンディエゴパドレス、もともとはねオリオールズにいたマニー・マチャドさんがね使ってるモデルになるんですけど、 MP の方はワイドヒンジでしっかりつかめるんですけれども、 US 型としては浅くて広め、まあ、あのクイックに球出しができるという風なねコンセプトになりますね。で、マチャドさんはこのプロ V のウェブ、これが特徴でございますね。じゃあ日本発売のね高校野球対応の NP6 説明していきましょうか。スペックの方からですね、 GH3PRNP6 12インチ三塁手用、大きめですからね、しっかり掴む内野手用という歌い文句でございます。上代税込み6万トンで500円でございます。展開は今のところモカ、アールオレンジ、キャメルで、うちの方ではキャメルとアールオレンジの方を在庫しております。さっき言った岡本和真さん、ムネさん使っておられますけれども、本人はもうちょっと大きいのを使ってるのかな。まあまあまあ、その辺ちょっと確かなところではないですけれども、商品の方見ていきたいと思います。サムスリーブ構造、パディットサムですね、パディットサムスリーブ、それから小指2本入れ設計ということで、さっき言いましたワイドヒンジとプロ V のウェブの他に、向こうの US 型に合わせるようにこのねパディットサムスリーブ、親指パッドが当たってます。
ですから2本掛けのね US スタイルので、小指2本入れ仕様ですよというね、ゆったりとした小指の作りになってございますね。かっこいいですね。こちらが R オレンジ、赤に近いですけども、赤じゃないです、 R オレンジですね。こちらがキャメルで、R オレンジの方はこれブラックのレースが入ってございますし、このキャメルの方はブラウンのレースが入ってます。で、日本で売ってるやつはここがね、クロスがね一重ですけども、ご希望があればここはね、まあ、追加料金いただきますけれども、ダブルダブルのね本国仕様にしていきたいと思いますが、向こうと違うのはこの土手ですね。ダブルパームレースになってございます。向こうではねほとんどシングルなんで、マチャドさんのモデルもここにロゴが入ってシングルパームレースになってますが、そんなところは違うんですけれども、まあ、ほぼ NP 型ということでね、12インチの大きめの三輪車ということになるわけですね。国内向けは切りはみになりますね。はい、ガセットはございません。じゃあ順番に、もちろんヒールは順巻きでしょ。ラウンドヒール、ワイドヒンジ、さっき言いましたね、ダブルヒンジになってますね。で、プロプリファードですから、キップレザーということになります。で、親指側行きまして、2本掛けのサムループにストリームドサム。で、さっき言いました、パディットサムスリーブ。親指パッドですね。で、カラーパッチになってますけども、いずれもね。縫い糸カラーは、これは赤が入ってるからね。で、レースは、ブラウンですね。プロ V のウェブ。アイウェブよりもちょっと大きめの作りのね、プロアイよりも大きめの作り、まあ、いわゆる一般に言う H ウェブよりも大きめの作りになってございます。窓は狭めですね。で、切りはみホワイト、ザ・ゴールドグラブカンパニーの押し型というふうなスタイルで。こちらの商品については裏側はレッドというふうな、あ、スカーレットかな、いや、アールオレンジかな、まあ微妙ですけれどもね、いうことになってますね。ジャギーン、いいですね。赤もいいよな。赤じゃない、アールオレンジね。アールオレンジいいよな。こちらもね、焼き印ですね。赤はこれはゴールドのね、縫い糸カラーになってます。ラベルはブラックゴールドですね。はい、こちらも見やすいですね。こちらの方が見やすい、あ、そんなことないか。パディットサムね。で、これはワインじゃないな、あれかな、シェリーかな、シェリーのようなカラーの裏側でございますね。こっちの方は確か、グリップ注意レザー、前も言いましたけどね、非常にこうグリップのいい、指当たりのいい裏側を使用しているということでございますね。フィンガーシフトで指出しても出さなくてもいいですけど、いいんじゃ、安心感であるね。サードとしてはね、サードベースマンとしては大きさかと思いますよ。かっこいい親指もね、シュッしてね、いかがですか。あ、ぐるっと見てないか。いかがですか。じゃらんじゃらんじゃらん、これダブダブルにしたいね。じゃらん、エクステンドパームでガセットなしで切りはみで、はい、こんな感じ。フィンガーシフト仕様ね。はい、どうもありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。マニー・マチャドのモデル NP6 ということでですね、本国では HOH での展開ですけれども、国内ではプロプリファードキップレザーでのね展開になってございます。かっこいいでしょう。それでは皆さん、さようなら。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか。本日は NP6 片付けの動画でございます。杉山さん、お買い上げありがとうございます。これからやっていきますからね、ご報告でございます。それではどうぞ。はい、ご要望ですが、フィンガーシフトで使いますということでね、そりゃそうですね。こちらね、マチャドさんの使う NP6 12インチでございます。いいですね。しっかり深めに取れるポケットで、指感はとりあえずそのまま。それからリストは1個詰めてくださいということかな。
で柔らかめにしたいですということで、まあ主にはね、そんな感じの内容になってございますが、後でね、ここクロスをダブルにしてほしいという要望があったんで、そちらを先にやっていきましょうかね。いいですよね、ダブルね、やっぱりダブルでしょうっていうね。ウィルソンさんのやつね、もうほとんど 国内用もね、デュアルのやつダブルになってるけど、ローリングスさんはまだですね、MLB の本場アメリカはもう本当にこう HWave とか、まあ、この V とかもそうですけどね、ここはダブルで入ってるっていうのが普通ですよね。じゃあちょっとダブルで入れ直して、それからね、キュッキュッと揉んでいきたいと思います。ちょっとこれシングル用のレース穴なんで、その辺ちょっとね気使いますけれども、ダブルにするとこのポケットががっちりね、しますんで伸びにくくなりますよね。はい、まあ、深く作っといて、それ以上はねちょっとあんまりゆるゆるになっちゃ嫌だねっていう感じでクロスで入れるんですけど、このね、紐入れられたらいいんだけど、これ長さがねやっぱり足りないので、新たにね紐を入れることになりますね。これ足りるのかな、足りないな。はい、じゃあ入れていきますね。よいしょ、2222、硬いかなやっぱりな。よいしょ、ピッ、よいしょ、でここでしょ、でここでしょ、はい、じゃあ一周目いきますね。よいしょ、チュルンチュルチュルンチェレチェンチェチェンチェチェレレン、はい、チャラーン、チャラン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 、キュで、こっちへこう行ったらいいんだな、よいしょ、これぐらいかな、ちょっといっとこれぐらいか、でじゃらーん、よいしょ、それでここからチュルルンってチュルルンって、はい、よいしょ、通りますように、通った、でチャラーンって、行き過ぎかな、これぐらいか、でよいしょ、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 キュッて、よし、で
よいしょ。これで2周しましたね。よいしょ。よいしょ。まあいつもやってるやつだけどね。やっぱよく当店のねチャンネルを見てくださってる方はやっぱりダブルで入れといてってねなりますけどね。よいしょ。じゃじゃん。よいしょ。で、ここまでで終了です。キュッ。キュッ。あー、かっちょいい。縛ります。はい、まあ当たり前ですけれどもここ2周に入りましたんでねがっつりです。いいね、かっこいい。じゃあリストをちょっと狭くということでこれもちょっとやっておきましょうか。まあ多分私そんなっていうか手首細い方なんで詰めても鳴らしに影響はないので詰めちゃいます。先に詰めて鳴らした方がねいいですしね、うん。まあ、手が大きいとちょっと詰めてできないけど子供用のやつとかねたまに入らないのはあるけれども大抵これ細いからねここがね手もちっちゃめだし大体大きい人のやつ作る時の方がちょっと気使おうかな。じゃあ詰めます。よいしょ。1個詰めでいってたんでよいしょ。あよいしょ。で1個詰めだからここだね、うん、でまあ、新品の時にねいかにまあ自分好みにしとくかっていうのがね一つのグラブをごめんなさい育てるにあたってのポイントになるとは思うんだけど、まあ、メーカーによっても指のライニングのね感じとか長さとかそれから革の質感とかが違うからその辺もね考慮して、事前にね考えたこといいですよね。せっかくよいしょ新しいの購入されるんだからやっぱりそれなりにねまあでもなかなかあれか初めて買ってもらったりしたりあんまりこう新しいのをそんなに頻繁に買うわけじゃないからそれがどんな感じっていうのは分かりづらいとは思うんだけど、まあ、その辺はねお店で聞いていただけたら、まあ、うちはやってるブランドはメジャーリーグブランド中心だからロリングス、ウィルソン、それからワールドペガサス、アシックス、Z、シュアプレイとか、まあ、そんなとこだけどあと何かあったっけな、うん。まあ主力はやっぱりロリングスとウィルソンで、国内まあワールドペガサスも主力で売ってますけどもワールドペガサスさんもねキム・ハソンさんメジャーリーガーがアジア最高の
内足と言われるキム・ハソンさんがね、ワールドペガサスのグラブ使ってらっしゃるから、まあ、メジャーブランドっていうメジャーブランドね、その3つがメインかな。おお、詰まった詰まったね、ここ1個1個詰めしましたんで、これでじゃあ進めますね。はい、片付けについてはいつも通りね、この表の通りなんで割愛します。いつもくどいくどいって言われるからね。そしたら杉山さんご希望に合わせてね、まずフィンガーシフトでということでね、ここちょっと緩めて、ここも緩めて、揉んでいきますけれども、揉んでそれから叩いて取ってというふうなね感じになりますね。かっこいい。でこれはこういう閉じだからね、こういう閉じ、こうじゃなくてこうだからね、うん、でこの上部下、まあ、あの縦だと人差し指下にポケットセンター来るんだけど、上部下に来るこういう感じのね、メジャーっぽい感じのスタイルになります。大きいから安心感がありますね。でここは普通になってるけど、詰めてって言っていただければ詰めますし、うん、切符の赤じゃないな、これはレッドレンジね、かっこいいね、詰めますし、これ今報告で動画作ってるわけですから、また見ていただいてね、メールいただければ杉山さん直しますけれども、とりあえず柔らかめに作っていきますね。ワイドヒンジね、はい、でちょっと揉んでいきます。ここちょっと綺麗なのにしたから、キュッ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 、まあ上部もね V なんで、まあ大きめだから V 使えるんだけど、この I よりもここはね、ふにゃっとこう行く感じで2本になってるからね。はい、じゃあちょっと仕上げましょうかね。よいしょ、いつもの仕上げですね。はい、ででん、ワールドペガサス西島マレットでございます。してみましょうね。いいですね。
指し図書を紐解きながらね、お話を進めたいと思います。かっこいいね。え、まあ、いわゆる N、はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？そうです、この箱はオーダーグラフです。ローリングススペシャルオーダー、今日はマニーマチャドモデルということで楽しみにしております。なぎのさん、お待たせいたしました。できてきましたよ、あなたのグラブね。早速検品の巻ご報告になります。それではどうぞ。はい、じゃあ始めますね。例によって例のごとく指図書の内容に従って進めていくわけですが、なぎのさん、これね、私楽しみにしておりまして、今日あまり予習しておりません。皆さんと一緒にね、おーって感動したいなと思ってね、順々に指図書を紐解きながらね、お話を進めたいと思います。かっこいいね。え、まあ、いわゆる NP6 というね、型番で言われるモデルですけど、ほらメジャーみたいね。見たことあるようなね。はい、ここ吹いたっけね。はい、楽しみですね。はい、じゃあじゃん、もちろん HOH ね、かっこいい。ちょっとね、事前に見ておきましょうか。見て、招集してないからね。 GRMSOGHH、 まあ、軟式のマニーマチャドモデルということになります。 MLB スタイルというね、ことですね。マチャドさんっていうと NP6 12インチということで、これ前に出たね、定番のモデルですけど、プロ V のね、はい、ウェブがついてますが、あのロニングさんの場合はウェブで品番が、型番が決まってなくて、あの全体のシェイプで決まってますけど、ここね、ワイドヒンジで、で奥で掴むタイプだけど、普通の200パターンよりはちょっと浅めです。でマチャドさんはこの NP6 ということで12インチを一応ね、歌われておりますけれども、他にもね、もともとは NP4 っていう型がありました。6は12インチですけど、4がつくとこれ 11.5 インチになります。11ハーフですね。まあ、これもウェブがね、変わったのついてますけれども、これが、あの、元型の NP4。NP4 は、ここの、あの、ウェブをね、バスケットにすると、デレクジータさんのモデルになるんですけど、まあ、そういったね、ワイドヒンジが見た目特徴のね、グラブというふうなことになりますね。じゃあ早速指図書をちょっとここに置いてですね、お話し進めたいと思います。でべん、 まず色見ます。かっこいいな、ローリングスのブラックね。え、まあ、基本はこのブラックとキャメルのね、組み合わせになりますけどもね。いきますよ。マニーマチャドモデルでございます。NP6 ワイドヒンジ。ローリングスにしては浅めのポケット、広めのポケット。サイズはさっき言いました12インチというふうなことになるわけですね。で、マチャドさんのモデルの名前を冠すると、マチャドさんはこのね、ローリングスさんが名前つけてるプロ V。プロ I じゃなくて派生してプロ V のね、ウェブがついてますね。かっこいいです。はい。で、順番に指図書通りに行きますと、指カバーつけてくださいね。はい。指カバー。まあメジャーの人指カバーつけてもね、使ってない人多いんだけど、一応マチャドモデルついてますよ。はい。マチャドモデルにね、準ずる格好ですね。はい。それから、ショックアブゾーバー。衝撃干渉剤はいりません。いいですね。それから、ラベルは、MLB サイズのレッドホワイト。やっぱりこれでしょうということでね。まあ、これ、いつも話してますけど、日本サイズは、この横長のスタイルで、メジャーサイズはね、縦長ってことないけど、
バランスが違うでしょ。これ日本の国内ルールに合わせてます。だから本来はローリングスのラベルはこの比率になりますよ。はい、いいですか。それから、まあ、ラベル終わりまして、本体レザーですね。 HOH のゴールドの箔が綺麗ですけども、 HOH のブラックをベースにやっております。シェルパームブラック、当然あのエクステンドパームの折り返しもブラックですけど、背面もブラックですね。じゃあ差し色どうしましょうかというようなことになってくるわけですけども、これどうなってんだこれ。そう、 MLB サイズちょっと選び方違うからね。まあ補給面背面ブラックだけども、トリム、トリムっていうのはここね、ここがトリムです。そういう選び方しますね、 MLB スタイルはね。それがキャメル、ブラックにキャメルもこれ、うん、いいんじゃないですか。はい。で、他は指カバーもキャメル、これでねコントラストがつくっていう風な格好ですね。ベーン、黒かキャメルかね。はい、まあ同じ黒ベースですけど、やっぱりオーダーの顔は全然違うよね。はい、値段が値段だからね。はい、でウェブはどうかっていうと、ウェブもキャメルにしましたね。ブラックじゃなくてキャメル、マチャトさんって書いてあるでしょ、名前がね。これないんだって向こうにね。それからですね、進めますよ。ライニングライナーはディアタンドカウハイド、定番ですね。 HOH にはディアタンドカウハイド、プロポリフォワードにはピッタードっていうね、向こうの MLB のスタイルに合わせた感じで、このダークタンがね雰囲気いいですね。ブラックもいいんですけど、チラチラっとこう色が変わるとね雰囲気変わってきますからね。はい、じゃあ行きました、ライナーまでね。レースカラー、紐ですね。レースカラーはブラウンをご選択。単にも見えましたけれども、これブラウン、まあ、このなんかここ横見ると分かるけど、ブラウンね、うん、ブラウンもいいな。タンだとどうなる、あ、タンだとちょっと明るくなるからね、まあ遠くから見たら分かんないけど、使い込んだりしたらね。ブラウンをご選択ということですね。はい。それからウェルティング、切りはみじゃない、玉はみ、ロールドウェルティングですね。ウェルティングはほらちょっと目立つでしょ。これこだわりっていうことらしいですけど、ゴールドタウンをご選択です。へーって、キャメル入れてもいいけど、あ、ゴールドタウンみたいなね、面白いですこれね。これをちょっとオリジナルな感じですよね。で、ヌイートカラーはレッド、うん、スカーレットね、スカーレット、じゃじゃん、黒には目立ちますね。あ、キャメルにも目立つか、赤だからね、白、はい、赤ね。はい、それからあとなんだ、あ、バンド裏はドライホームです。これオプションになりますね。はい、税込み1100円アップです。それから刻印カラーは夜勤インク、金箔、銀箔とあるんですよ。金箔、ゴールドです。これね、黒に金がね、あ、書いてある。NP パターン。かっこいいよね。ちょっと大事につかないとハゲてくるんだけど。おー、金。ね、はい。それから、無駄な刺繍はなくて、オーバル R は入れますよということですね。はい。やっぱこれないとね、うん。かっこいい。はい。それから、その他の刺繍ということで、これもオプション税込み1100円になりますけど、これか。あ、これか。これと、およ?あ、これか。うん。どうですか。で、MLB スタイルのオーダーだけはこのね、メジャーリーグの公認マークがつきます。あ、このマークはね、
ここに連動してるから選べないですけど、これ選ぶとこれ決まっちゃうからね。はい、かっちょいい。失礼します、検品します。へえ、普通、あ、硬いね。普通に入れる。で、マチャドさんフィンガーシフトだったっけ、浅かったよね確かね。フィンガーシフトで入れる、両方可能ですね。はい、ジータさんのやつ持ってくる。うん、これは国内で発売された、ジータさんの引退記念のモデルなんで、ちょっと刻印が特殊ですけど、これにね、記念ボールがついてた。店に飾ってありますけどね。これほら、ワイドヒンジで、ちょっと NP4 ですね。はい。日本で売られてるの、これ、定番はね。これ、ジータ。MLB の、方で選択、ジータさんのやつをね、レジェンドモデルになってるから、名前使えないから、選択すればこっちになりますよ。ほら、ラベルもほら、ね。バスケット。ジータさんね、キャプテン、ザ・キャプテンと言われた。ここに書いてある。GGDJ2。ね。だから、11と2分の1インチですね。NP4 だからね。はい。ちょっと余分な話です。はい。ということで、なぎのさんね。お待たせいたしましたね。本当にね。極真されて、オーダーね、決めておられましたけれども。いい仕上がりですよ。やっぱりね。オーダーは手番よりグッとね、質感が上がってきますね。ちょっともう一回。いい。まあ、片付けもね、後日、ご連絡が来まして、やってほしいということでね、進めますけれども、なぎのさん、どんなのがいいですか？リクエストね、またメールくださいね。連絡お待ちしておりますけれどもね。はい。ということで今日は、じゃじゃーん、マニーマチャドモデルのオーダー、なぎのさんへのご報告の動画、検品を兼ねた動画となりました。ありがとうございました。じゃーん。どうだ仕上げね。キュッキュッキュー。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか。なぎのさん、ご来店ありがとうございます。お客様ね、ご来店いただいてですね、リクエストいただきました。片付けになりますね。今日はグラブ片付けでございます。早速ですが、まあ、もったいない気もするんですけど、私なんかが触らせてもらうのはね、こちら NP6 マニーマチャドモデルスタートしていきたいと思います。ご希望はお聞きしましたところね、フィンガーシフトで使います。はい、フィンガーシフトで使いますと。はい、で、リスト緩めにしてください。ライナー、ライニングはもうこれで指入れ OK よ。指感はとりあえずこのままでいきます。年はね、ご希望がね、フィンガーシフトなんだけど、親指、小指癖、これぐらいをね、ご希望なんで、ちょっとこれが難しい気がするんだけど、もともと、これぐらいのね、これぐらいのつかみだから、特にフィンガーシフトで入れたら。でも、親指効かせたいということで、これぐらいにしたいということで、まあ、その辺は工夫させていただきます。それでは、どうぞ。はい、じゃあやっていきますね。まあ、本来ね、この、マチャドモデル、マチャドさんモデル、NP4 とか NP6 とか、まあ、特にフィンガーシフト入れたら、こういう閉じになるんだけど、今回、なぎのさんは、こっちの親指を引かせたいということで、この辺をね、ちょっと重点的に、あ、もうくどいこと言いませんけど、揉む叩く取るでございますね。ニールパウンドプレイキャッチ、これでね仕上げます。手揉みでございますね。はい、じゃあやっていきますよ。こっちも、こっちのヒンジもそうだけど、ワイドヒンジでね、こっちの親指もね、よくこう揉み込むのを意識します。で、形的にこう、キュッ、こういう風なことになるから、ちょっと表現しづらいけど、
こうね、うん、だからいつもはこうキュッ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 って感じですと、こっちキュッキュッってこう、こっちをねやっていかないと、もともと違う形だから、うん、そういう感じで、でギュッ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 ってね、この繰り返しです。はい、ある程度ね、こっち揉んだら確認しながらね、今度はウェブトップ、まあ、このブラウンのレースはタンほどカリカリに硬くないから早く柔らかくなると思うんだけど、よいしょ、キュッキュッキュッってこういう感じでね揉んでいきますよ。こっち側、こっち側で、こうしたいから、この辺だっていうか、この辺だ、これキュッキュッって何言ってんだって、ごめんなさいそういう感じってこと。はい、で同じようにですね、この特にここがね硬いから、これもともとはね、よく揉んであげて、よいしょ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 、どうだ？おお。じゃあちょっと叩いていきますね。もともとポケットセンターがこのウェブ下なんだけど、これをねもうちょっとなるべく人差し指に寄せるっていうことで、じゃないとこう閉じれないからねここだとこうなるから、ここだからこうだからね。はい、キュッキュー、もういいんじゃないか、だいぶ形が変わってきたぞ。じゃあもう一回揉みます。はい、同じことをやってるだけなんでね、飛ばしてやってますけど、もう仕上げ段階になります。あっちでね、例のワールドペガサスのマレットで、はい、ほなやっていきますね。はい、南野さん、ちょっとこういう感じになってきましたよ。はい、あ、電話しちゃった。はい、石原スポーツです。はい、ごめんなさい。よし、ほら形がね全然変わってきたでしょ。まずちょっとどうだ、ポケットセンターを人差し指折りに、じゃあいきますよ。はい、仕上げね、キュッキュッキュー、キュッキュー、まあ手が違うとねと思うんだけど、ちょっとやってみようか。ボルボル、はいね、入るね。こういう感じどうですか、なぎのさんね、お返事くださいね、送りますよ、よかったら。ということで今日はなぎの流 NP6 マニーマチャドモデルの片付けでございました。いきますよ、ほら。
これでしょ。これでしょ。